二次三次所属バーチャルライバーのアクシアクロネです最初に一ついつも応援してくれている方々へここ数日間ツイートや配信などの活動がなく音沙汰がなくてすいませんでしたその間何してたのかって話なんだけど簡単にまとめると嵐や誹謗中傷に対する法的な対応をするために連絡を取ったりしてたこれについては後で詳しく話そうと思うその間ツイートをしてなかったのは今は変な憶測が飛び交いすぎてて 内容が不透明なツイートをするとまた新しい憶測が飛んでしまうと考えたから控えてたそれじゃあ順番に一つずつ話していこうともまずはタイトルにあるように無期限の活動を休止をしますってことなんだけど最近起こっている自分の配信や他のライバーの方々への嵐とか誹謗中傷の解決に向けてここでしっかり時間をとって気持ちよく活動を再開しようってことで休みをとりますということで 今日から無期限の活動休止をしますそれに伴い YouTube メンバーシップも停止しますボイスに関しては提出済みのものとかはちょこちょこ出ると思う現段階で決まっているコラボやグッズについても今後発売はされていきます関係者の皆さんにはご迷惑おかけして本当に申し訳ないですここからは俺からのメッセージなんだけどまず応援してくれている方々体調はめちゃくちゃ元気 飯も食べてるしよく寝てるしへこんで何もせず部屋で寝たきりみたいなのはないむしろあれしたいなこれしたいなみたいなこと考えてるからその点の心配は大丈夫そして嵐の件だけど嵐とかの騒いでるやつに対して俺を擁護する形のツイートとかコメントは控えてほしいそして俺に対する誹謗中傷や悪意のある噂話を流している人たちへネット上で誹謗中傷を言っていた人他の方の配信を荒らしていた人 メンバー限定配信などの有料コンテンツを転載した人弁護士にも相談してるし法的な対応を含めて会社とできることをやります嫌ならば見なければいいそっと離れてくれって今まで注意喚起はしてきた俺もずっと我慢してた匿名は無敵じゃない活動休止に関する報告は以上ですここからの話は会社から言わない方がいいって言われてるんだけど俺が活動上でずっと思っている大事なことだから話そうと思う 俺がデビューして初めてしたゲーム配信は Apex でその時の光景は今でもよく覚えてる常にコメント欄には可愛いってコメントが溢れてたキルしても可愛い負けても可愛い正直寒気がした異色だったと思うあの配信は俺が考えたゲーム配信の雰囲気と全く違ったあの配信を見て嫌気がさした人たちはもう俺の配信には来ない俺だったら二度と見ない配信者としてこんな辛いことはない それから徐々に配信の空気を変えていこうと思ってリスナーに対する接し方も変わったし可愛いっていうのやめてくれ母親面しないでくれってたびたび口にしてきた初期より少しはコメントの空気も変わってはきてはいたんだけど根本は変わってなかった誰かとコラボすればコラボ先の方にうちの握手をよろしくお願いしますネット上では誹謗中傷コラボ先の方の配信で残す気持ち悪い陰湿なコメント本当に終わってる その度に俺は裏で謝罪してた。一緒にゲームができて、俺もコラボ相手さんもリスナーも楽しかったのに、そういう一部の過激派のせいで不快な気持ちになる。そんで極めつけは、そういったことがあった度に、お前らマジでやめろよ。母親面しないでくれって注意してきたけど、アクシアは反抗期なんだね。私がいないとダメなんだから。どうすりゃええねん。さっさと離れてくれ。 その他にも私の言うこと聞いておけばよかったのに。ここはこうしないと。チャンネル伸びるためにこれ行きな。いや、お前誰だよ。俺の何なんだよ。ここは俺のチャンネル。俺に指図しないでくれ。俺には母親が一人いるし、優秀なマネージャーもいる。これ以上不要なんだよ。一度冷静になって考えてほしい。俺が悪いことしたか。 犯罪レベルの重罪だったか一緒にゲームしただけだぞ。性別年齢問わずいろんな人とコラボして面白いこと楽しいことして何が悪い過激派は自分がどんだけキモいことしてるか自覚してない奴が多い。これ以上迷惑かけんな。お前が好きなのは脳内で作り上げた都合のいい理想の俺かそれとも日々いろんなゲームをして楽しんでる俺かもし電車ならもう見ないでくれ。 何を言われても俺はラジコンじゃないし言うことを聞くことは今後も一切ない俺がやりたいことをしていくだけだからお互いいいことなんてないからここでおしまい俺はただのゲーム実況をしてるだけの配信者俺に対して彼女ずらして変な夢みんなリア恋も不助手も俺は好きじゃないけど大勢の人が見るであろうところじゃなく自分の中だけで楽しむんだったら俺は別にいいと思ってる でもそれを大きな声で共感してくださいって回ったりましてや自分の理想と気に入らないからって他人を攻撃なんてするやつは今すぐいなくなってくれはいということで改めてまとめるといろんな問題解決したいから活動を休止しますってことと騒いでる人らを挑発するような内容とかしないでほしいってことそして距離感を間違えないでくれってこと この問題はずっと俺につきまとってきたものだしここできちんと言うべきだと思ったそういうことで活動休止するから俺が配信またしてたら気楽に見に来てくれ前々から雑談で旅行行きてえなとか話してたから、まあ、どっか行ってこようかなお土産話あったらまた今度話すわ2時3時所属バーチャルライブは握手クノレでした